ミナは、スクエニックスの多くのファンの方々にとって輝く光のような存在です。イタハナさんがミナのデザインをする際に発想の源となったのは何かありますか？とですね、ミナのデザインをオーダーを受けて何をモチーフにしようかなって考えたんですけど、結構ね、街の中を犬と散歩しながらいろいろ考えたんですよ、ね、猫ちゃんにしようかとか、あとは何かこう、世の中を明るくするって意味で、例えばライトをモチーフにするとかいろいろ考えたんですけど、結局玄関、自分の家に帰ってきて散歩終わって帰ってきて玄関先に行くと、ちょっとこれ今写真撮ってきたんですけど、うちって極楽鳥花がすごい咲いてるんですよ、入り口に。で、ね、この極楽鳥花がすごく七色でやっぱり綺麗だなっていうイメージがあるので、これをモチーフにしたらどうかなと思いました。では板原さんにとってミナの好きなところはどんなところですか？そうですね、ミナは、今ちょうど極楽鳥花の話をしたんですけども、やっぱりこう色合いも多彩に7色で明るくするっていう、本当にその極楽鳥花と同じで、極楽鳥花ってどういう花かっていうと、天国というか極楽にいる鳥のような花っていうイメージがあって、ミナも同じようにその鳥のように見えてんだけど、こう頭のところはこう花をイメージしてるんですね。その明るさが絵に、割とこう描けた花っていうところでとても気に入っています。ミナのデザイン作業を振り返ってみて、伊藤さんが特に苦労したこととかありますか？そうですね、やっぱりプライドマンズのこうイメージカラーってやっぱり 今10色でしたっけ、 7色プラス3とか4とかだった感じですね、いろいろ。そうですね、はい、カラフルなんで、その色を一体のキャラクターにこう詰め込むっていうのは結構難しいんですよね。だいたい今までもキャラクターをデザインした時って一つのキャラクターをそのテーマちょっとダークにするとか、なんか割とこうブルーに固めるとかあるんですけど、こうたくさんの色を使ってキャラクターをデザインするのは少なかったので、そこにやっぱり配色にとても苦労した記憶があります。ただすごく楽しかったです。板原さんのキャラクターをデザインする際によく使用する、メソッドやり方、方法はありますか？キャラクターをデザインするのやり方、はい、やり方はそうですね、テーマをまずは決めるっていうのが大事で、でみんなに関してはやっぱりこう自分の力でどんどん歩いていく、未来を切り開いていくっていうようなことをやっぱりテーマにして書きました。なのでスニーカーを履いてるんですよね。でスニーカーでどんどんこうどこでも歩いていきますみたいなところがあって、でさらにそのキャラクターのカラーがすごく多彩なので、逆にそのスニーカーは白くして、これから白からこれから色をつけていくみたいな、自分でこうどんな旅を続けることによって靴がどんな色になっていくのかっていうのが描けるように、真っ白な対比として靴を白くするっていうのをやってみました。では最後、ミナの今後について板原さんが期待することを教えてください。そうですね、ミナに今後期待すること、やっぱりこうミナってこのキャンペーンで応募で名前が決まったんですけど、ミナっていう名前がとてもやっぱりいいなというのを自分は感じてまして、でミナって日本語で言うと みんなみたいな、ミナって意味があると思うんですけども、そのみなっていうのが彼らではなくだけではなく、私を含めたものっていう意味があるじゃないですか。We でもない、私たちだけじゃなくて、向こうにいる人たちと私たち全部含めたところがみなっていう意味合いがあるので、やっぱりこう多くの人に知ってもらえて、で多くの人とこう共感できるキャラクターに育ってっていってほしいなっていうのが